プラハ放送公共楽団は、プラハを本拠に活動するチェコのオーケストラ。チェコフィルハーモニー管弦楽団、プラハ公共楽団と共に、チェコ三大オーケストラの一つとして数えられている。チェコスロバキア国へ放送が開局してから3年、経過した1926年に、同放送の専属オーケストラとして発足。自国の作品をはじめとして、次第にレパートリーを広げ、 1930年代に、プラハで開催された、国際現代音楽祭にヘルマン・シェルヘンの指揮の下で、出演したことで一躍脚光を浴びる。これまでに、シャルル・ミュンシュ、フランツ・コンビチュニー、バーツ・ラフター・リヒ、ゲンナ・ジー・ロジェストベンスキー等の著名な指揮者を、客演のため迎え入れたり、またセルゲイ・プロコフィエフ、オットリーノ、レスピーギ、アル・トゥール、オネゲル、アラム・ハチャトゥリアン、 クシシュトフペンデレツキ等といった著名な作曲家が自らあたり楽団を指揮して自作の演奏を行うこともあった。1998年には初のアメリカツアーを実施、自国外ではアメリカの他にも日本、韓国、スイス、ドイツ、オーストリア、クロアチア、ギリシャ、イタリア、フランス、イギリス等で公演を行ってきている。現在は オンドレイ・レナールトが2011から12年シーズンにより主席指揮者を務めている。なお、過去に東楽団を客演指揮た日本人指揮者には北原幸雄、武藤秀明、川本浩二などがいる。CD 録音はポニーキャニオンやスプラフォン等の主要レーベルから数多くリリースされてきており、中でも自国の作曲家、 エルヴィン・シュルホフのピアノ競争曲を収録した CD は1996年のカンヌ国際音楽見本誌で音楽批評歌賞を受賞している。ありがとうございます。